さあそれでは坂口選手にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。坂口選手、最近ちょっと YouTube の更新がなかなか途絶えているんですけれども、楽しみにしてますよ。いつもしたいんですけど、はい、成績悪すぎてもうアンチからのコメントがひどすぎてそう、いろいろ、ね、精神的にちょっとやむから。そうですか成績いい時にあげようと思って。そうですね、はい、楽しみにしています。フェラーリはもう奥様に、いやもうあんなもう僕持ってたかなっていう感覚ですけどね。記憶としてあったかなみたいな、はいはい、次は奥様に内緒で買いたいものなどありますか。内緒に、内緒ででしょ。内緒にしておきますけれども、はい、内緒だとフェラーリやね。またですか。買い戻す。またその、奥様に売られてしまったフェラーリを買い戻すんですか。しかも一緒のやつを。いいですね。じゃあそれが見つかると、はい、はい、もうあれが売れずにもう誰かの手に渡らんと、はい、あそこの店にあるように願っておきますわ。そうですね。売られてしまったフェラーリも YouTube の方でね、はい、見られますので、皆さんぜひ坂口選手の YouTube の方も、はい、チェックしてください。あれから成績悪いんですよ、ほんま。じゃあ取り戻さないといけないですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは最後に玉川のファンの皆様にもメッセージをよろしくお願いします。そうですね、玉川この間すごくいい思いさしもうて、はい、大好きな水面なんで精一杯最終日まで頑張ります。ありがとうございま す。それではこちらもよろしくお願いします。いきますよ、せーの。はい、どうちゃんこ、よくわからんけど。じゃあ、ありがとうございました。坂口選手でした。ありがとうございました。ごめん、こんな適当で大丈夫？いや、ありがとうございます。